キャプテン翼は、高橋陽一による同名漫画を原作としたテレビアニメである。これまでにテレビアニメが4回、映画が4回、OVA が2回発表されている。1983年から放送された第1作目のアニメでは原作、キャプテン翼の小学生編から中学生編まで、1994年から放送された第2作目のアニメでは原作のキャプテン翼小学生編から、キャプテン翼ワールドユース編のアジアユース編まで、2001年から放送された第3作目のアニメでは、原作のキャプテン翼ワールドユース編の一部、キャプテン翼ロードトゥ2002の一部に相当するエピソードが描かれた。1985年から1986年にかけて公開された映画はすべてオリジナル作品。1989年から1990年にかけて発売された OVA では原作のキャプテン翼のジュニアユース編に相当するエピソードが描かれた。2017年12月13日、4回目の新作テレビアニメの制作が発表され、2018年4月から2019年4月まで放送されていた。1983年10月13日から1986年3月27日までテレビ、東京系列にて全128話が放送された。土田プロダクション制作。原作漫画、キャプテン翼のストーリー構成に準じ、小学生の主人公、大空翼が元プロ選手であり、師匠のロベルト本郷、チームメイトの若林源三や三崎太郎らと出会い、全国大会優勝を目指しライバルの日向小次郎や三杉厚志らと対戦、選手として成長していく。第57話からは中学3年生となった翼らの活躍が描かれるが、中学生大会決勝の南葛対東邦戦で作品を終えており、この大会の優秀選手を中心に結成されたジュニアユース代表がフランスの国際大会に出場するストーリーは、描かれていない。その一方で、中学生編の最中の第98話から第104話では、登場人物らの3年前に時間を戻し、小学6年生の翼らがヨーロッパに遠征するオリジナルストーリーが描かれている。テレビ東京では当初同枠で乱放を放送する予定で、すでに制作がスタートしていたほか、当時、機動戦士ガンダムに代表されるロボットアニメが全盛期であったことから、今更スポコンもののアニメなんて流行らないという意見が、局内でも大勢で、キャプテン翼のアニメ化には否定的だった。しかし、当時同局の編成部長だった金子昭夫の強い主張により、急遽、乱放の制作を中止して、キャプテン翼を放送することになったという。また、それまで、テレビドラマ制作に携わってきたプロデューサーのゴーツ、平太は子供に人気のある作品ということで交渉の末にキャプテン翼が選ばれたがヒットする確信はなく視聴率6から 7% を取ることができれば良いと考えていたという。テレビ、東京開局以来のヒットと称されて最高視聴率 21.2% を記録し日本国内にサッカーブームを巻き起こした。また世界50カ国以上でテレビ放送されるなど、世界中で親しまれている。この土田プロ版が、火付け役となって、登場人物ごとに、特定のファンがつくなどの、キャプ、翼ブームが起こり、ファン同人誌が多く作られて、コミックマーケットの肥大化をもたらした。東映漫画祭りで、劇場版が立て続けに公開されたのも、この時期で、視聴者層であった、当時の男子小学生に加え、学生を中心とする若い女性も取り込んだ。当初、ナレーションは武田博史が担当していたが、第5話、ライバルはどこだまでで降板し、村山明に交代している。2010年に南アフリカ共和国で開催された 2010FIFA ワールドカップに向け、同年4月にキャプテン翼 DVD ボックスが発売された際に、過去に視聴経験のある男女400人を対象に、アンケート調査が実施された。最も好きな登場人物の質問では、主人公の大空翼が1位に選ばれたが、登場人物の中で一人だけ、サッカー、日本代表に選ぶとしたら誰かの質問では、慢性的に日本代表が抱える決定力不足の問題を反映して、日向小次郎が過半数以上の得票を集めて1位に選ばれた。前述のアンケート調査の中で、アニメ、キャプテン翼の最も気になる点という質問では、以下のような回答が寄せられた。なおこのうちのいくつかは、アニメ化を強く推進した、編成部長の金子の指示による、意図的な演出である。ボールが壁にめり込むほどのシュート力と、それを顔面で防いでも全く怪我がない。登場人物ドリブルで相手陣内へ向かうと地平線が浮かび、遥か彼方にゴールが見える広大なピッチ、驚異的なジャンプ力と滞空時間異様に長い試合時間一つのプレーに対するアナウンサーや各登場人物の説明やコメント、モノローグが多いその他、一つの見せ場においてフィルムを何度もリピートさせる演出、シュートのスローモーションや高速シャッターカメラで撮影する一枚一枚がスローになるといった特徴的な演出もある。キャストスタッフ主題歌レコードはすべて CBS ソニーより発売。各アリスト放送局系列は放送当時、放送日時は個別に出典が掲示されているものを除き、1986年1月中旬から2月上旬、時点のものとする。最高視聴率 21.2%、キャプテン翼 J のタイトルで、1994年10月21日から1995年12月22日まで、フジテレビにて全47話が放送された。スタジオコメット制作。第1作の小学生編のリメイクと、原作漫画、キャプテン翼ワールドユース編の序盤を描いた作品。小学生編終了後に放送時間が、平日の夕方に移動となり、一部ネット局では、第33話の最後に終わりと表示され打ち切りとなった。第34話で石崎の視点による総集編翼の夢ワールドカップを放映後、第35話から本来の制作目的だったワールドユース編となり、16歳の青井慎吾がイタリアに行くストーリーになった。第38話からワールドユース編-のサブタイトルが追加され、オープニングテーマのイントロのアレンジとバック映像が変更。アジア予選でタイユースに勝利し、葵の回想による第35話から第46話の総集編、目指せ。2002年が最終回となった。エンディングでは少年サッカー選手たちの写真に作品のキャラクターたちがオーバーラップするという演出を行っている。番組では、全国の少年サッカーチームの集合写真を毎週募集しており、チーム名と都道府県名入りでラストカットに使用していた。この作品以降、版権や商標登録上の関係からクラブ名をそのまま使わず、もじるようになり、サンパウロ FC はサンパス FC に、セリエ A インテルはセリス A インテーナに変更されていた。2006年にスーパービジョン。アートポートから全話収録の DVD ソフトが発売された。レンタル取扱いもされている。キャストスタッフ主題歌 CD はポニーキャニオンより発売。どちらの曲もエンディングはテレビサイズと異なり、フェードアウト。各アリスト放送局同時ネットの出展は1995年9月時点。1995年9月以降はローカル枠降格のため、1ネットとなったつぼねがある。また、印付きのつぼねは第33話をもって打ち切り。最高視聴率 14.1%2001 年10月7日から2002年10月6日までテレビ、東京系列にて全52話が放送された。制作会社が前作の土田プロの流れを組むスタジオコメットからグループタックに変更された。第1作のリメイク作品。青年となった翼が昔を振り返るストーリー構成で原作漫画キャプテン翼ワールドユース編のサッカーサイボーグサンターナのショーキャプテン翼ロードトゥ2002の序盤までが描かれる。声優陣では主人公の大空翼の少年時代を井上菊子、青年時代を関智一が演じるなど前作と同様に一新されている。主題歌は ABEX 所属アーティストとのタイアップ曲。版権や商標登録の関係上、サンパウロ FC はブランコス、FC バルセロナはカタルーニャに、ハンブルグはグリュンバルトに、ユベントスはピエモンテに変更されている。FIFA ワールドカップはインターナショナルカップとなった。その他、一部の登場人物の名前も変更されている。キャストスタッフ主題歌カクアリスト放送局、最高視聴率 6.3%2018 年4月3日から2019年4月2日まで、前作と同様に、テレビ、東京他にて、全52話が放送された。新たにリメイクして、アニメ化され、舞台を現代に移して細かな描写を変更し、原作の第1話から忠実に描かれている。制作は、ジョジョの奇妙な冒険シリーズを手掛けた、デビッドプロダクションが担当。劇中音楽担当も、松尾隼人に、キャスト陣についても主人公、大空翼役を、三部優子が務めるなど、前作で、若林役を務めた、鈴村健一を除き、総入れ替えとなった。また、キャプテン翼のアニメとしては、初の深夜枠での放送となる。第1話から第28話までは、小学生編が、第29話以降は、中学生編が描かれている。キャストスタッフ主題歌カクアリスト放送局 BD、DVD ウェブラジオ2019年1月11日より4月12日まで、ウェブラジオ、キャプテン翼ひなた、小次郎の強引なラジオが、おっと泉にて配信された。不定期金曜更新。全6回。パーソナリティは、日向小次郎役の佐藤拓也。いずれも、東映漫画祭りの一作として公開され、原作、キャプテン翼の小学生編から中学生編までの時期を舞台としたオリジナルストーリーとなる。登場する外国選手は原作とは名前は同じでも多少設定などが異なる。各作品は2006年6月21日発売のキャプテン翼ザムービーボリューム1及びボリューム2に収録。主要キャストは TV アニメ第1作と共通。キャプテン翼ヨーロッパ大決戦として1985年7月13日公開。小学生の翼たちがフランスのパリでヨーロッパ選抜チームと対戦する。西ドイツのシュナイダーやフランスのピエールが原作に先立って登場するほか、西ドイツのヘフナーやイングランドのスティーブ、全日本選抜のマネージャーを務める大沢理香などのオリジナルキャラクターが登場している。なお、小学生の翼らがヨーロッパへ遠征するエピソードは、テレビシリーズの途中の98話から104話に再度描かれたが、こちらはヨーロッパ選抜との対戦ではなく、各国の選抜との対戦を描いた映画とは異なるストーリーとなっている。1985年の夏休みの東映漫画。祭りは、ドクタースランプあられちゃん、筋肉マン、電撃戦隊一円寺マンに、キャプテン翼が加わったことで、漫画祭り史上初の配給収入10億円を突破した。この実績から1985年暮れから1986年正月の冬休みの東映漫画、祭りは、キャプテン翼危うし、全日本ジュニアをメインに売ることが決定した。ストーリー翼や日向をはじめとした選手らで全日本選抜が結成され、フランスのパリでヨーロッパ選抜と対戦する。日本は開始早々に橘兄弟のプレーで先制するものの、皇帝、シュナイダーを中心としたヨーロッパのチームプレーの前に苦戦を強いられ、逆転を許す。敗色濃厚の日本だが、翼の言葉に奮起し、反撃に転じる。スタッフ主題歌。キャプテン翼危うし、全日本ジュニアとして1985年12月21日公開。ヨーロッパ選抜との戦いから1年後、雪辱を誓うヨーロッパ選抜と全日本との再戦を描いた作品。新必殺シュートを編み出して勝負を挑むヨーロッパのシュナイダーに対して全日本は、三崎、若林、日向といった主力を欠いた状態で試合に臨む。配給収入は10億7000万円。ストーリー全日本選抜のヨーロッパ遠征から1年後、ヨーロッパ選抜が訪日し再戦を挑む。一方、全日本は、美咲が行方不明、若林は、プロクラブの下部組織に所属する、資格問題のため出場許可が下りず、三杉は病気療養中のため出場時間を制限。日向は選抜参加を辞退して、吉良監督の下で猛特訓に励むなど、主力をほぼ欠いた状態で試合に臨む。試合に入ると、シュナイダーの強力なシュートの前に、キーパーの若島津や森崎が次々に負傷するが、若林と日向が加わり反撃に転じる。スタッフ主題歌、キャプテン翼明日に向かって走れ。として、1986年3月15日、公開。世界大決戦。ジュニアワールドカップのプロローグ。テレビシリーズの総集編的な内容のため、新作カットは少なく、各登場人物が過去のエピソードを振り返る形式が取られている。配給収入は7億6000万円。ストーリー全国中学生、サッカー大会の終了後、ヨーロッパ選抜との第3戦を控えた全日本選抜のメンバーは、強化合宿に入る。合宿には西ドイツに留学中の若林が合流し、紅白戦が行われるが、その試合の最中に、フランスに渡っていた美咲が現れる。スタッフ主題歌、キャプテン翼世界大決戦、ジュニアワールドカップとして、1986年7月12日、公開。東京でのヨーロッパ選抜との戦いから2年後、全日本選抜、南米選抜、アメリカ選抜、ヨーロッパ選抜のトーナメント戦を描いた作品。原作者が物語を書き下ろしている。ブラジルのカルロス・サンターナ、アルゼンチンのファンディアス、ウルグアイのラモン・ビクトリーノが原作に、先だって登場するほか、ブラジルのゴンザレスやアメリカ合衆国のシルベスター・ルークなどのオリジナルキャラクターが登場している。ストーリーヨーロッパ選抜との第3戦は、チューリッチのアメリカ合衆国で行われる予定となっていたが、アメリカ側の提案により4チームによるトーナメント戦が行われることになる。1回戦は日本がアメリカを、南米がヨーロッパを下し決勝進出を果たすが、南米を率いるのは翼の師であるロベルト本郷だった。決勝戦は翼とサンターナというロベルト本郷の愛弟子同士の対決となる。スタッフ主題歌、新キャプテン翼として、1989年7月1日から1990年7月1日にかけて発売。全13巻。最初のテレビシリーズ終了後、原作の進行を受けて制作された続編。原作、キャプテン翼のジュニアユース編が描かれている。VHS ビデオとベータビデオで発売。土田プロの倒産により、制作会社は変更されたが、作画監督と声優は一部を除いて、そのまま引き継がれている。予約特典は、声優の顔出しコメントのビデオ。地方局や BS2 でテレビ放送もされている。2002年に DVD として、ボックスと単品で、それぞれ発売された。キャストスタッフ主題歌各話リスト放送局、ジャンプスーパーアニメツアー95上映作品として、キャプテン翼最強の敵。オランダユースが1994年11月6日から全国各地で順次公開された。オランダユース編を原作にテレビ版のキャプテン翼 J に先駆けて JC スタッフが制作。主要キャストはキャプテン翼 J の小学生編とほぼ同一であり、テーマソングもフェイスフリーが担当。1995年にジャンプビデオからVHS ビデオソフトが発売されている。キャストスタッフ主題歌この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。キャプテン翼ヨーロッパ大決戦に関するカテゴリー、キャプテン翼危うし。全日本ジュニアに関するカテゴリー、キャプテン翼明日に向かって走れ。に関するカテゴリー、キャプテン翼世界大決戦。ジュニアワールドカップに関するカテゴリー。新キャプテン翼に関するカテゴリー、キャプテン翼 J に関するカテゴリー、キャプテン翼最強の敵、オランダユースに関するカテゴリー。ありがとうございます。